真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度初めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。せっ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つはおろ。若者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。今のは何をおっしゃいます、ヒロキ殿。 あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだ。俺は売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。
三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ誠の忍耐じゃ。拙者は、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。この老いぼれのに承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ間違いねえ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ひろき殿、お急ぎよ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。どけどけ、足の番じゃ。勝負事は、相手よりも知らん時なら気がついてねえな。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。逃げろ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上もあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。やつらは逃げ中におるよ。助けてやってくれ。誰か助けてやってくれ。助けてやってくれ。助けてやってくれ。胸に覚えのあるやつはおるか。おらだ。いい槍さえ持てれば。なんてこった。ヒロキ殿、皆を。私は行けませぬ。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者はヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。負け犬が。
この向こう水なもののふは誰だ。して、ケダモノ、拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。この犬が。なら戦国この前を駆け抜けて行きなされました。誰もおらん、行くぞ。猫にも落とせんな。目を狙え。おめえら、息をつけ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。相方無事であればよいな。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になる。命頃を奪えば今のうちじゃ。おめえら、うん、会社はいつ来てくれるんだい。もう閉じろ。勘抜きを捨てれば、そこの木を持ってこい。早せい、まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。
って。そこで止まれ。先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年派もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも参れ、刀さばきを見せてみよう小僧恥さらしめが。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。
妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしませぬ。